えー、こんにちは速軸の久保ですなんか住民税非課税世帯に物価高騰対策で5万円が給付されるそうですよねまあそれは非常に結構なことだと思いますまあこの5万円でね、えー、少しでも多くの買い物を地域でしていただいてこういう苦しい状態に陥ってる商店街の皆さんとかね個人商店とかをどんどん潤わしてもらおうと思うんですよただ今回問題になってるのは5万円を配るために510億円のね 事務かか510億円ってどのぐらいの規模か想像つかないですよね。で、簡単にわかる例がここにあるんですよ。ちょっと画面切り替えます。遊園地1個開園させるのにいくらぐらいかかるかってことなんですけども、もう今なくなったんですけどもね、倉敷ちぼり公園っていうのがありました。私も何十回も行ったんですけども、ちぼり公園を開業するのに500億円の資金が投入されたんですよ。 その当時も遊園地1個に500億円かかりすぎるんじゃないかなっていうふうなね騒動が巻き起こったぐらいとてつもない金額それが500億円なんですよねだから500億円っていうと遊園地が1個買える金額なんですよ <laughs> 遊園地が1個ちなみに千堀公園っていうのはね倉敷駅に接続している12ヘクタールの規模を持ったそんな遊園地ですちょっと全体像をお見せしましょうこんな感じですちょっとちっちゃいですかね ちっちゃいかもしれませんのでちょっと拡大しましょう。ね。もう遊具とか絶叫マシンとか結構あります。で、左下にあるペデストリアンデッキから倉敷駅に接続していて、倉敷駅から徒歩1分というのが売りだったんですけどもね。もう一枚画面をお見せしましょう。これです。多分ね、記憶にある方もいるんじゃないですか。倉敷駅から見た千堀公園がこれです。歩いて1分でしょ。で、 フェンスがぐるーっと取り囲んでペテストロニアンデッキがあって観覧車があってえ向こうにはねカルケバレン劇場というそういうふな劇場があ併設されてましてでえ手前にあるのは有名な時計塔この時計塔は今でもありますカルクリ時計が時間になるとこうね賑やかになってくれて地域を楽しませてくれるんですよね本当にね1800万人ぐらいの方が楽しまれたということでございます今では閉園されちゃいましたけどね はいそのぐらいの規模で5万円を配るんですよ5万円を配るのに遊園地1個を潰すみたいな感じですよね倉敷ちぼり公園500億円あったら私は間違いなく倉敷ちぼり公園を買い取りましたねもう今ではなくなっちゃったんですけどもちなみにハウステンボスこれも総工費は莫大にかかったんですけども2200億円って言われてましたねだからね多分今の価格で言うと いくらなのか分かりませんけども多分ね200億円ぐらいで今転売されたんじゃないですかちょっと詳しく分かりませんので200億円は違うかもしれませんでもどちらにしてもあのハウステンボスって2200億円でできたということは5万円給付を4回やるとあの <laughs> ハウステンボスですら買い取ることができるというねまあどんな5万円給付なんだってことになっちゃいます皆さんどうお感じでしょうかそれでは